どうしたんだ？え、なんかおかしい。こんにちは。ゆかり新聞の記者福井ゆかりです。ただいまグアムスペシャルの取材中ですが、ちょっとビーチに寄り道してます。
高すごっ。あ、人魚だ。よし、My name is Yukari. Hi, I'm Eric. Mike. Eric. Eric. よろしくお願いします。今日はですね、Today. Today. Today. ピクちゃん、ピクちゃん、ピク、ピクチャー。うん。これ、現像、お願いします。Okay, あ、Two. Two?スピリッツ？ピクチャーズ？サイズ、サイズ、サイズ。おっと、じゃあ、これで。3R? 3×5? 3R までオンリーで。エリック。Yes。ユカリン。Pick up today? Pick up today? 1 hour? 1 hour! 1 hour? 1 hour! Okay. So you can pick up 1 hour. 1 hour! Go! Thank you, Eric! Arigato! See you! See you! すごい、すごい、すごいっす！ショッピングモールはディズニーランドみたい。広くて綺麗で可愛くって夢の街みたいだった。ああ、あんなのがうちの近くにもあったらきっと毎日お友達とローラーブレードやりに行っちゃうのにな。すぐそばのサーフショップは可愛いものがいっぱい。はじめサーフショップっていうくらいだからウエットスーツとかゴーグルとかシュノーケルとかそういうのしか売ってないのかと思ったら大違い。すっすごい可愛いサメさんの絵が描いてあるステッカーとか、こんなちっちゃなおしゃれなお花の飾りがついた足の指輪とか、すっごい可愛いお洋服とかいっぱい売ってて、私もちゃっかり薄ピンクのラブリーなパジャマを購入してしまいました。そして水族館、エイさんとかサメさんとか綺麗なお魚さんたちが悠々と楽しそうに泳いでいました。その中で一つの大発見が、グアムのエイさん、エイさんにはなんと顔が2つあること、皆さんご存知でしたか？しかもその顔が一旦もんべんにそっくりなんです。思わずシャッターをいっぱい押してしまいました。そしてそして花咲くガーデン、私は運命の出会いをしました。あれは本当の天使さんだったのかな？